はい、から万歳。今日のゲストは食教育アドバイザー平山幸人先生をお迎えしております。先生は本当校長先生として本当玄米食を導入し、生徒さんとともに、健康づくりをされてきたということで、この春、定年退職を迎えられましたけど、やっぱ現場を離れるというのは寂しいもんですか？そうですね、複雑な気持ちがありますが、今まで十分に、教育に専念してきましたのでね、悔いはありません。ないですか。自分の恩師を見て教師になりたいと思ってから、はい、定年退職を迎えられて、教師になってよかったと思いますか？思います、はい、それはどんな理由でしょう？やはり子どもたちの笑顔を見た時ですね、はい、特に成果が出た時、自分自身が満足いった時の心からのやはり笑みは教師でないと味わえない素晴らしい光景だと思います、うん、これが一番の教師冥利に尽きるのではないでしょうか。今でもやはり生徒さんと、お会いになったりする機会っていうのはあるんですか？あります。ありますか、はい、それはどんな場面が多いんでしょう？年に何回かの、はい、コミュニケーションでしょうか、はい、ノミニケーションって言った方が早いかもしれませんが大人になってるってことですね。そうですね、二十歳過ぎてますので、はいはい、ノミニケーションを通してコミュニケーション作りをさらにこう深めていっております。あ、でも羨ましいですね。僕小中高の先生と最近飲んだなんて経験がないんで、今そういう飲んだりする機会があるんですか？はい、いろいろ電話が来てくれたり、悩みで相談に来られるなんて方もいらっしゃいますか？親御さんもいらっしゃいます、当人もおりますが、はい、適切なアドバイスはできないと思いますが、話を聞く、そういうステージはフィールドはいつも作っているつもりです。そうしますと、先生の第二の人生はこの玄米食をいかに教育の場に広げていくかということで、そんな新しい会もお作りになって、中心として動かれていくんだと思いますけれども、今後どんなことを具体的に進めていきたいですかね？やはり健康が一番だと思いますね、生涯現役健康長寿、医療費削減、この辺につながればいいのかな、そうすると日本はさらに、今までよりも魅力のある日本の文化と伝道が世界でも注目されてくるのではないかなと、そのようには思っております。特に健康が一番ですね。そうですね、はい、今日本はやっぱりストレス社会ですから、はい、なんか最近成人病の中にこう精神疾患というか、そういうストレスからくる不安症とかうつとか、こういうものも加えられたなんて話聞いたんですが、本当に今ストレスで心が疲れちゃってる方も多いと思うんですが、この辺もやはり食生活の改善というのはやっぱり効果あるんでしょうかね？あると思いますね。食生活だけではないと思いますが、はいはい、食材に、知識と意識を今まで以上に、使っていただくことによって、ストレスの解消にもつながるのではないかなと、そのように信じてます。先生見てるとすごい平常心で、なんていうんですか、どっしりとした感じで、僕なんかが見ると羨ましいなと思うんですが、まあ、この番組を見たりしてる人の中でもやっぱり、悩んじゃったりとか疲れちゃったりとか、落ち込んじゃったりって方もいると思うんですが、そんな時どうや何をしてたらいいでしょう？私たちはやはりですね、ナチュラルキラー細胞、免疫力を高める、ライフスタイルに変えるってことですよね。それには感動の場面を感動、絶えずね、持つってことですね。ははは、一番はやはり感動して涙を流すことが、私は免疫力を高めるのが一番じゃないかな。まあ、睡眠もそうですね、はい、10時前の睡眠をたっぷりとると、はい、それから日光、太陽の光を必ず1日には1回浴びると。
太陽の光やっぱり多少浴びた方がいいんですか。ええ、素晴らしい効能があるそうですのでね、まだ未知数なんですが、太陽を浴びることによってナチュラルキラー細胞は増殖されるそうです。それと1日1回は背伸びをするとか、はい、それによって、疾病は遠ざかっていくということも、先生方の間では出ております。先ほど感動ってお話がありましたけど、はい、まあ、泣いたり笑ったり、はい、心の汗を流すというか、はい、そういったことっていうのは例えば映画を見たりとか、そうですね、落語を見たりとか、はい、そんなんでもいいんですか。そうですね、私も先日はい、ある方のお招きで、鹿島スタジアムへ、震災のコンサートですね、復旧復興コンサートにね、行ってきましたが、感動でしたね。そういう場面をたくさん作ることによって、生き生きとした、うん、日々が送れるのではないかな。またカラオケも、うん、歌もいいそうです。歌もいいそうです、歌を歌うことによってやはりナチュラルキラー細胞も増殖されるということで専門家の間では話題になっておりますが、うん、ぜひ自分のできるところから取り組んでみてはいかがでしょうか。なるほど、ぜひ皆さん感動できるような何か場面にね、一歩踏み出してみることが大切なんではないかなと思いますので、頑張っていきましょう。さて先生、毎回ゲストの方に、はい、座右の銘を色紙に書いていただいておりますが、はい、ぜひ先生の方にも色紙にお願いしたいと思います。はい、あ、筆を使われますか。はい、どうぞ。いや、先生達筆でいらっしゃいますね。今平山先生に色紙に座右の銘を書いていただいております。書き終わりましたサインもお願いいたします。先生、この春、中学校の校長を全うしまして定年退職を迎えられましたが、現在は職教育、教育の教というのは響くという字でございますが、アドバイザーとして、研磨職の啓蒙活動をされております。それではこちらのカメラの方に色紙をぜひ読んでいただければと思います。一期一会、はあ、先生なぜ一期一会なんですか。井伊直弼が、はい、茶の湯の会で、この言葉を皆さんに披露したそうです。ああ、そうなんですか。一生に一回、はい、この一生に一回の機会を大切にしながらこれからの人生を歩んでいったらいかがかなということだったです。この私も一期一会を大切にしながら残りの人生を有意義に過ごしていきたいと思います。この場も一期一会ですね。ぜひ先生これからも、ますますお元気 で全国が元気になるような活動をぜひ進めていただければと思います。2週間にあたりましていろいろ元気私も頂戴しました。どうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、毎回ご案内しておりますが、あいからトップページの左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます。メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。先生秋ですね。秋といえば睡眠の秋、食欲の秋、やっぱりたくさん睡眠とった方がいいんですかね。そうですね。大体何時間ぐらい理想は。あんまり眠りすぎても、体調が、はい、優れないということが、聞いておりますけども、10時前に、はい、12時前の睡眠ですか、はいはい、これを十分にとって、朝早く起きるということで、はい、5時間あれば十分かなと思います。5時間ですか。秋の夜長でございますけど、皆様、美味しいものを食べるんではなく体にいいものを食べて、そしてたっぷり睡眠をとってですね、皆さんで健康になっていきましょう。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回は9月30日になります。またこの番組でお会いいたしましょう。さようなら。